アルゴスです。会社員として仕事をしている方の多くは数多く見聞きしているこのフォーマットですが、これの重要性をしっかりと認識している人は悲しいことに多くないと感じています。一番ひどいのはフォーマットがないか確認した際にフォーマットがないと作成できないのかといった見当違いな発言をする人間です。フォーマットは部署を超えて同じ会社の人間が共同で書類業務を進める際に非常に有効なものです。どういった項目がどの箇所に記載されているかをあらかじめ認識することが可能で、もしも毎回新しい箇所に記載がされていると目的の内容を探し出すのに無駄な時間を使うことになるわけですから、そんなバカらしいことはやりたくないはずですよね。もしもあなたの会社や部署がこれをないがしろにしているようなら、あなたを筆頭にこれを改善する強い気持ちで頑張ってください。それではまた明日ね。